デジタルテレビ放送。デジタルテレビ放送とは、デジタル変調とデジタル圧縮を使用した、テレビ放送、通信である、データを含む場合もある。デジタルテレビ放送では、アナログ放送と同じ電波帯域でも、その伝送路の伝送特性に合わせた最適な符号を選択することにより、伝送路の本来の伝送容量により近づいた多くの情報量を送信できるか、デジタル化によって、 他チャンネル化または、高精細化、ハイビジョンが可能となる。また、データ放送など便利な機能も利用できるようになる。デジタル信号では、アナログ放送で発生する、スノーノイズや、ゴーストや雑音などの現象は起こらない。その代わりに伝送レートが不足していると、MPEG 圧縮時にブロックノイズや、モスキートノイズが生する。また、雷雨や、集中豪雨、大雪などによって、 電波の受信状態が悪くなり、高減衰不合誤りが、システムの誤り処理能力を超えると、ベリノイズや白色点が現れたり全く映らなくなる、場合は。デジタル化によって、重応比率、アスペクトレシオが4、3、ノーマルに加え、16、9、ワイドが加わる。高精細化では、日本、NHK が、ハイビジョン、アナログを世界に先駆けて開発した。 日本のハイビジョンに脅威を感じたため、アメリカ政府は企画案を募集し NHK もアメリカ向けのアナログハビジョンアムを提出したが後に却下され、その他のデジタル企画案をもとにデジタルハイビジョン企画 ATSC が決められた。BS デジタル企画 ISDB によりハイビジョン放送が始まった。他チャンネル化では d i r e c t v が衛星テレビをデジタル化により、 チャンネル数をケーブルテレビ並みに揃えたため急速に普及した。この成功により世界で次々と同様のサービスが始まった。日本では最初にパーフェクト t v DVBS 方式元スカパープレミアムサービスによって開始。またイギリスでは世界で初めて多チャンネル型の地上波デジタル放送を始めた。 デジタルビデオブロードキャスチング、欧州において開発され、多くの国で採用されている。衛星用、DVBS、S2、S2X、ケーブルテレビ用、d v b c C2、地上波用、DVBT、T2、移動体向け、DVBH、Q、DVBX がある。日本ではスカバーが採用している。 通常画質の多チャンネル化を目的に企画されたが、ハイビジョンも可能である。DVBET はマルチキャリアであるため、マルチパス妨害には強い。アドバンストテレビジョンシステムズコミッティ、コード、テレビジョンシステムズ委員会に由来。アメリカで開発された、地上配用企画で、北中米地域や韓国で採用されている。クレストファクターが小さく小電力で広範囲に電波を、 発信できるが、シングルキャリアで、マルチパス妨害に弱い。移動体向け放送には、ATS-CM、H が開発されており、こちらは現在アメリカで採用されている。統合デジタル放送サービスの意、e。日本で開発された規格で、採用は日本のみだが、南米諸国は後述する派生規格の TV、SBTVDT、ISDBTV を使用している。衛星用。 ISDBS と地上派用、ISDB-T デジタルラジオ用の ISDB-T マルチメディア放送用 ISDB-TMM もあるがある。ISDB-T はマルチキャリアであることに加えて、時間インタリーブが採用さており DVB-T よりも受信性能は良いと言われるが、SBTVDT よりは劣る。遅延が最も長い。動画圧縮に MPEG-2 を採用。 携帯電話などの移動体向け放送は、ワンセグと呼ばれ、ISDBT の全13セグメントのうち1セグメントだけを部分受信する。ISDBT を改良して開発された企画で、国際企画名は i s d b t b ブラジルをはじめとする南米諸国で採用されているほか、フィリピンでも採用が決定された。ISDBT に比べ、動画圧縮に、 H264MPEG-4ABC を用いるなどの改良が加えられている。大韓民国で開発された移動体向け放送の企画で衛星用 SDMB と地上波用 TDMB がある。中華人民共和国で開発された地上デジタルテレビジョン標準。北京オリンピックまでの本格普及を目指し欧州の DVBT。 聖火大学の DMBT、H、上海交通大学のアドティビティ、公開員のチミなどが試験されていたが、DVBT を除くを三方式を併合した DTMB が2006年8月18日に国家の地上波放送企画、ギガバイト2 6 0 0から2006として交付された。なお、同国において主要な地位を占めているケーブルテレビでは、 独特標準を採用せず、上記の DVBC を採用している。超高精度、テレビジョンシステム、ウルトラハイディフィニションテレビジョンの略、4K ユイチェディ、2160p と 8K ユイチェディ、4320p がある。ISDP は 4K ユイチェディに対応している。日本においては2014年に 4K 放送を開始、チャンネル 4K、 2016年8月1日より8、軽視券放送が開始された。ただし、受信機は個人には販売しておらず、全国 NHK 放送局等での公開受信となっている。購入現状次世代放送推進フォーラム上の発表資料に地上波での放送計画が示されておらず、地上波での放送は消極的と見られている。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。